登場したぞ登場。はい、俺です。みんなこんにちは。今日は東京都の兜町というところに来ているよ。僕はお仕事キャプテンの太一お兄さんだ。おじさんじゃないぞ、お兄さんね。私はキャプテンのアシスタント綾乃です。よろしくね。みんなもいつかお仕事をすることになると思う。お仕事ってね、みんなが映画やゲームで知っている冒険のようなものなんだ。冒険ってワクワクするだろ。お仕事も同じ、とってもワクワクするものなんだ。もちろん大変なこと、辛いこともあるよ。でもね、頑張っていると冒険と同じで素敵な宝物に出会えることがあるんだよ。キャプテンはいろんなお仕事を紹介していくよ。ワクワクしてきたね。キャプテン、今日はどんなお仕事紹介するの？今日のお仕事は東京証券取引所だ。東京証券取引所？なんだそれって顔しない、みんなもしない。とっても重要なお仕事なんだぞ。でもね、あれテレビで見たことある気がする。そうだろ、後であっちも見てみようね。よしみんな、それではまず会社ってなんだろうな。みんなもいつか会社で働くことになるかもしれないな。会社を作ることになるかもしれない。会社ってどんな会社があるだろうね。チョコの会社、お化粧品の会社、あとケーキの会社。でそれ全部あやのちゃんが好きなことだね。まあ間違ってないけどね。あとは、旅行の会社、それからおもちゃとかゲームの会社もあるな。あ、それから漫画の会社もあるな。それキャプテンが好きなことでしょ。大好きだ。みんなもね、みんなが好きなものの会社いっぱいあるからね。みんなが見ているパソコンを作っている会社もあるぞ。それからスマートフォンを作っている会社もあるね。それからみんなのお父さんやお母さんの会社、みんな知ってるかな。後で聞いてみてね。それでは見学に行く前にキャプテンチャレンジだ。お、今日はどんなチャレンジかな。今日のチャレンジは会社を作ろうチャレンジだ。おー、よーし、みんな紙とペンを用意してくれ。いいか、まずは会社の、君の会社だ、君の会社の名前を決めよう。名前を紙に書いてくるな。何でもいいんだぞ、ひらがなでも、それからカタカナでもいい。キャプテンはミラクルキャプテンにしました。ミラクルキャプテン、それでこう、前に株式会社って名前の前につけると会社っぽくなるからな。株式会社ミラクルキャプテン、みんなも書いてみてね。みんな名前考えたかな、書けたかな、書けてるかな、できたかな、できた。そしたら次にこの会社で何をするか、これを考えよう。何かを売ってもいいし、それから何かを作ってもいいな。どんなものでもいいんだ。みんなが興味のあるもの、それを会社で何をしようかなって考えてみよう。例えばキャプテンはおもちゃがすごく好きだから、じゃあ、見たこともないおもちゃを作りまくる会社にします。キャプテンは おもちゃね、よし、みんなも考えてみて、でね、書いてみるといいよ、そこの紙にね。私どうしようかな。やっぱりアイスの会社。やっぱりそれか。でもね、やっぱりみんなね、好きなものとかね、好きなことをするのがいいからね、書いてみてね。書いて、そう、いいよ、できた。会社の名前と、それから会社でやること、これはね、君の会社なんだよ。これはお仕事の第一歩だから、いつか君も会社の社長になるかもしれないからね。社長？すごいかっこいい。私も社長になれるかな。もちろん。不可能なんてないよ。君たちもね、今書いた紙をよかったらキャプテンチャレンジの証として取っとくといいよ。できないことなんてないからな。よし、それじゃあね、次にだ、名前も決まった、やることもできた、そしたら会社には
何が必要だと思う？会社を作るのに必要なことだ。なんだろうな、やっぱりまず会社の場所でしょ、あとそれから材料でしょ、うん、あとパソコンも買わないといけないし、電話も買わなきゃいけない、あ、お金。正解。そうだ、会社を作るためにはお金が必要なんだ。お金か。どうする？どうしよう。実は3つ方法があるんだ。うん、うん、1つ目、これは貯めたお金、貯金だな、これで会社を作る。おお。だけどキャプテンは全然貯金がないんだ。2つ目、これは銀行からお金を借りる。銀行ってね、お金も貸してくれるんだよ。うんうんうん。そして3つ目だ、これが今日のお仕事に関係してくるぞ。3つ目は会社を他の人にお金で応援してもらうだ。会社を他の人がお金で応援、うん、そんなことできるの？できるんだよ。それが今日の3つ目の方法だ。なぜなら会社を応援してくれた人に会社が大きくなったらお礼をするんだ。お礼か、うん、お礼してもらえるなら応援するよね、うん、ただしその場合応援するのはお金じゃなくて株という、まあ応援チケットみたいなものだな。それで応援してもらうんだ。野菜の。違う、野菜じゃないぞみんな、野菜の株じゃない、株。これが会社を応援するお金の、まあ、応援チケットだな。うん。へえ。じゃあ社長、うん、株式会社ミラクルキャプテンの応援チケット欲しいです。じゃあどこで買えるんですか？ありがとう。その応援チケットを売ったり買ったりする場所がここ東京証券取引所なのです。みんな分かったかな？それでは紹介しよう。東京証券取引所の岡部先生だ。よろしくお願いします。あの先生、先ほどですね、綾乃ちゃんが会社を株で応援してくれるっていうことを言ってくれたんですけど、会社を株で応援するとどんないいことがあるんですか？はい、先ほど綾乃さんは株式会社ミラクルキャプテンを株で応援しました。つまり綾乃さんはミラクルキャプテンの株主になったということです。株主になると4ついいことがあります。1つ目は、会社が儲かるとその分け前の一部を分け前としてもらうことができます。これを配当と言います。分け前、財宝みたいだなみんなな。2つ目は、会社が大きくなると、他の人に株を売った時に自分のお金が増えることになります。お金が増える、株価応援チケット。そうなんです。そして3つ目は、会社が、これからの会社の活動を、話し合う、そういう場に、株主は自分の意見を言うことができます。かっこいい。応援すると偉くなるんですね。そして4つ目は、会社によってはその会社の株を持っていると、会社の商品や、割引券をもらうことができるんです。ということは、おもちゃ会社に応援した場合はおもちゃが商品としてもらえる可能性もあるってことか。うん、株主になるとたくさんの得があるんですね。そうなんです。でもいいことばかりではないんです。会社が儲からなくなってしまうと分け前、配当をもらうことはできません。でも株主の責任は限られているんです。これを有限責任と言います。ミラクルキャプテンがもし潰れてしまったとしても損をしてしまうのは自分が持っている株の分だけということになります。なるほど、株主もいいことばかりだけじゃないんだってさ。みんな、まあ株式会社ミラクルキャプテンは大丈夫だけどな。あのですね、ミラクルキャプテンはおもちゃを作る会社なんですけど、僕ね、ブレイブボードに続くミラクルボードっていうものすごい面白そうなおもちゃを考えついたんで、それでぜひ会社を応援してもらいたいんです。
キャプテン、残念なんですが、それはできないんです。どう皆さんもテストを受けるように、会社もテストを受けて合格しないと、ここ東京証券取引所で応援してもらうことはできないんです。テスト？会社に入ってまでテストがあるなんて。みんなに応援してもらえるようになることを上場会社と言います。上場？なんかかっこいいな、上場。テストに受かれば応援してもらえるってことだよね。みんな分かったかな。よし、それじゃあこのキャプテンの、株式会社ミラクルキャプテンの社長になったとして、ちょっとやってみよう。よーし、できたぞ。株式会社ミラクルキャプテンの社長になった。これで見たこともないおもちゃを作って、もうね、すごいぞみんな。ブレイブボードっていうのの次のミラクルボードっていうすごいのを考えてるから、それを作って売って会社を大きくするんだ。でもお金がないな。あ、そうだ、会社を応援してもらうために、先生、会社を応援してくれるようにテストを受けさせてください。やったー上場したぞ、上場。これで世界中の人に会社を応援してもらうことができるぞ。よし。あんなところにあやのちゃんがいる。あやのちゃん、ミラクルキャプテンの株で会社を応援してくれませんか。会社が大きくなるならお金出してもいいけどな。ありがとう。そしたらこの株で会社を応援してください。はい。よし、このお金で会社を大きくするからね。そして会社が大きくなったら綾乃ちゃんに必ずお礼をするからね。頑張ってね。大丈夫かな、株式会社ミラクルキャプテン。やっほー！あ、キャプテンだ。大きくなったよ会社が。このブレイブボードに続くミラクルボードが売れてもう大ヒットだ。あやのちゃん、今日は会社が大きくなったので配当金を渡しに来ましたよ。わー、すごいキャプテン。はい、お礼です。わー、ヒゲも生えてる。これもあやのちゃんをはじめたくさんの人たちが会社を応援してくれたからなんだ。そうだ、この商品、ミラクルボードもプレゼントします。わー、すごいキャプテン。うん、株式会社ミラクルキャプテンを信頼してよかった。さようなら。ということですよね、先生。はい、私たち東京証券取引所は株を売ったり買ったりするときのルールを決めたり、それがきちんと守られているかどうかをチェックしたり、会社の情報がみんなに伝わっているかどうかを確認したりしています。なるほど、株の警察官みたいだな。みんな分かったかな。これから復習するからな。はい、集中していくよ。まず会社にを作るのに必要なものは、お金。そう、そしてお金で会社を応援するには、株。その株を持っている人のこと、株主。そしたらテストを受けて株を売ったり買ったりできるようにした会社のこと、上場会社。最後、株の値段は、株価。バッチリだ。全部分かったね。 OK、 じゃあ見学へレッツゴー。文字が並んでるんですね。あれは何ですか？
すごいね、ちょうどこの円がみんなもよくやってるよね、50メートル走あれの距離と同じぐらいの円なんだって。で、回っているこの字は会社とさっきの株価なんだってさ。会社の名前って長いんですね、うん、ですから略称と言って短く書いてあります。ちなみに先生、あっちは何ですか？あっちは有名な会社さんの株価、各社の株価が載っています。白色で一株の株価、さっき勉強しましたよね、株価が載っています。そして昨日よりもその株価比較して上がっていれば赤色、下がっていれば緑で表示されています。すごいなみんな、もうチカチカしてこれだけ有名な会社がいっぱいあるんだって。いやー、キャプテンも有名な会社の仲間入りしたいな。なんかいいのないかな。今ご覧になってるお父さんお母さん、東京証券取引所が提供している人生やり直し体験と検索してみてください。さまざまな面白い知識がたくさん載ってますよ。また勉強したいなら東証マネ部と検索してみてください。こちらですね、お金の増やし方や株式について学べるので、ぜひサイトチェックしてみてくださいね。それではここ東京証券取引所で働く菅谷さんにお仕事の宝物、やりがいを聞いてみよう。菅谷さん、はい、やりがい、宝物、どんなものでしょう？はい、やりがい、そうですね、たくさんの会社やその会社を応援している株主さんたちが安心して株の取引ができるように仕事しているというのがやりがいの一つです。なるほど、やっぱり応援をして、その会社さんが喜んだりして、で、応援してくれた人もやっぱお礼をもらったり、はい、そういうのっていうのはやっぱり見てて幸せですか？幸せになりますすごいね、みんな、今日はどうだったかな？あやのちゃんどうだった？ね、最初はもう全然わかんなかったけど、先生たちがいっぱい教えてくれて、あやの一歩大人に近づきました。キャプテンも一歩大人に近づきましたせーの、感じて学んで考えて未来を開け。